よく腰痛になったり足が痛くなったりして、うんまあ、お医者さんに行くと思うんですけどもレントゲンとかまたは MRI とか取って、うん、画像診断してもらって中身見て体のでお医者さん、うん、これは背骨の、うん、4番と5番の間にヘルニアが出てるねとか椎間板が出っ張ってるねとか言ってこう。 まあ原因はここですよって言ってくれると思うんですけどもでなんでそれを切ったりしてもあんまり良くならないことが多いのかっていうと例えばこう、まあ、体って大きいじゃないですかそれがまあ4番と5番の間ってこ,こんぐらいのことですよねそのこれぐらいのだけをこう紙で見て、うん、こうじゃないああじゃないって 言ってるっててるですよねだからそれ人間それだけじゃないってこともすごく多いんでまあほぼその体全体のことが原因ってことが多いですよね。なんで体全体をリラックスさせる体操していただければ体はすごく軽くなります。やってみてください。